フェラーリ 412T には、スクーデリアフェラーリが1995年の FE、1995年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは647。412T には、1気筒あたり4バルブの V12 エンジンと、横置きギアボックスを搭載した2台目のマシンから取られた。 1992年以降のフェラーリのマシンは、ハイノーズの導入、エアロダイナミクス面での攻めによって、神経質なマシンに仕上がってしまい、信頼性が著しく下がった。また、1994年よりレース中の燃料補給が許可されたため、V12 エンジンの利点が小さくなってしまった。そこで 412T には、一転してコンサバティブなデザインに終始したマシンとなった。 古典的なスラントノーズで、初期の 412T1 の特徴だった、ナイフエッジ、ジョイントサスペンションは採用されなかった。ギアボックスはやや個性的で、下溶接性のケーシングの上部に、カーボン製のサスペンションマウントを組み合わせており、リアサスペンションのスプリングもトーションバーだった。また、V10 エンジンを搭載できるようにマシンが、設計されてもいた。 しかし1994年の F1 において、アイルトン・セナやローランド・ラッツェンバーガーが死亡、ルーベンス・スバリチェロやカール・ベンドリンガーが大怪我を負うなど、レースウィーク中の事故が多発した影響から、1995年よりスピード抑制策の一環として、エンジン排気量の上限が急遽 500cc 削減されて 3000cc までとなった。このため、後藤治む率いる、 V10 エンジン開発チームの作業に遅れが生じ、結局 V10 エンジンは搭載されずに終わり、前年型をスケールダウンした V12 エンジンを使用した。シーズン前半戦から好調を維持し、ウィリアムズとベネトンに今日の争いに食い込むことになった。開幕戦ブラジル GP では1位、ミハエル・シューマッハと2位、デビット・クルサードが燃料違反で失格採定を受け、 ゲルハルト・ベルガーの繰り上がり優勝が発表されたが、後に最低が OL3 位となった。第6戦カナダ GP では、ライバルの脱落もあり、ジャン・アレジが F13090、地元イタリア GP でもワンツー走行で優勝を目指したが、アレジのマシンから脱落した車載カメラが、ベルガー車のサスペンションを直撃してリタイア。アレジもホイールベアリングの故障でリタイアする無念の結果となった。 アレジは第14戦ヨーロッパ GP で優勝目前にシューマッハに抜かれ、第16戦日本 GP では首位追走中にストップするなど不運を出しきれなかった。1996年12月、コーンズカンパニーリミテッドにより、日本にシーナンバー 159-412T2 が持ち込まれ、カーグラフィック紙とカーグラフィック TV においてテストされた。 その時の模様の一部は、二元車発売の DVD、CG ビデオディスクシリーズナンバー7フェラーリグラフィティに収録されている。この個体を含めコーンズは、複数台のフェラーリか1マシンを所有しており、イベント等で展示されている。二元車間、CG 全手フェラーリに二元車間、月間カーグラフィック1997年2月号。ありがとうございます。